はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日もディズニーピクセル RPG ピクアルやっていきたいと思います。はい、皆さん、ちょっとサーバーがね、なかなか重い中、プレイするの大変だと思うんですけれども、だいぶ17時ぐらいからね、落ち着いてきたと思いますんで、ぜひね、どんどんプレイしてほしいなって思うんですけれども、今日はね、ちょっといろいろ今の段階でね、分かったことっていうのをね、ちょっとざっくりと説明していこうかなと思います。まずね、ホーム画面、こちら見ると、こういう感じでね、宝箱とかがあったり、隠れてたりします。で、このグーフィーのところみたいにびっくりマークがついてるので、分かりやすくはなってます。で、これをね、ある時はね、きっちりアイテム回収してください。経験値素材だったりとか、いろいろね、手に入るみたいです。僕が手に入ったのは、これだ。この L 型シールっていう何かに使うアイテム。またこの辺もね、分かったら説明します。ホーム画面にいるキャラクターとね、こうびっくりマークの状態で話すと、冒険度っていうのが上がってきますね。これもレベルが上がると熟練度みたいな感じでしょうね。うん。まだちょっと1も上がったことないので、ヘルプにも書いてないんですけど、これがあれば能力も上がると思いますと。じゃあちょっとね、強化するっていうところで、ガチャを先に引いて、いきますか。はい。で、僕は、引き直しガチャで、カーニバルドナルドダックを取ったので、単体攻撃キャラをね、狙っていこうかなと思います。で、オーロラを行こうかなと。で、オーロラは、オレンジブレイクっていう敵単体に大ダメージと、オレンジブレイクっていう、オレンジ属性の相手に対して大ダメージを与えられるっていうキャラになってます。はい。で、これもうすでに20連引いてるんですけど、これ30回引いて引くと、あと30回引くと50ポイント貯まるんで、ここの交換所で、オーロラがね、手に入れられると交換で。うん。僕は今持ってるっていうことなので、それでも交換できると思うけどね。うん。こういう、なんていうのかな、救済措置っていうのもありますんで、いわゆる天井ってやつですね。うん。なので、溜まったらね、欲しいキャラをね、出るまで、引いても大丈夫だよっていうことですね。はい。DJ ミッキーとか欲しいけどな。虹になったから、星さん出るかなって思うけど、全部虹だね。ね。全部虹だね。で、これね、今僕単発で引いちゃってるけど、できれば10連で引いた方がいいですね。10連で引けば、星2がね、必ず1体出るんで。当然単発でも出ることはあるんだけどね。あれ全部虹で出てんのに、なぜ星さんキャラが出ないの？で、こんな感じでね、手に入れたキャラを育てていくことになりますが、優先していきたいなーっていうふうに思うのは、まず、やっぱ、ドナルドとかムーランみたいな全体攻撃キャラのレベルを上げたいですね。で、僕は先行してレベル5に上げて、次にミッキーも上げちゃったんですけど、単体攻撃のキャラ上げたいですね。次は。ボスが出てきたとき、最初のボスがマレフィセントだったなので、そこが出てきたときにもね、対応できるようにするには、単体攻撃力が強いやつもね、上げとかないと、かなり苦戦しますね。で、これで、今、レベル上げると。で、この経験値の素材とかも、マジカルゲート、進めていくことで、手に入れるっていう。ちょっと、あとは戦い方ですね。ここをちょっとお見せして終わろうかな。ちょっと思ったよりグーフィーが役に立たなかったな。で、オートでクリアできないところが出てきたらっていう話なんだけど、
最初ね、勝手にこうやってスキル選択とかしてるんですが、まあ、基本はね、雑魚チラシ用に、そのムーランか、マレフィセントか、ドナルド、カーニバルドナルドダックですね。あたりの、こう、スキルを打たせてあげると。うん。で、あとは、とりあえず、普通の攻撃。うん、で、この時に、もし、誰かが致命傷、なんかこれ、次のところ、あと、もう一ウェーブ残ってるから、次のウェーブ行ったらすぐ死んじゃいそう、みたいな感じであれば、このヒーラーをね、入れてあげる。まあそういうような感じですね。で、これも、あと、ドナルドでやっちゃえばワンパンなんで、そのまま。で、こうなる、今なんか SP がないから、まあちょっと怖いんですけど、まあとりあえずこう。えぐいっしょ。結構。これも14とかになってきたら、こうなりますね。で、ここで、全体回復も入れつつ、14とかになってくると、こんぐらい強くなってくるんで、もう気をつけないと、もう普通に、やられます。よいしょ。ターゲット絞って、攻撃しましょう。あー、プーさん、さよなら。これは、もう全体じゃない、なくて、こういう場合はね、もう単体攻撃で、いきましょう。ドン。やられた。なるほど。今のスキルが、そうみたいだね。回避のスキルだったみたいですね。知らなかった。っていう感じで、その、序盤、まだ、序盤なのに、1の14、結構強かったりするんで、オートでやられちゃったら、まあ、こういう感じでね、やるか、もしくは、クリアしたところを、もう一回、やりましょう。それで、経験値を貯めましょう。はい。まあ、例えば、そうね。まあ、今のところでいいか。もう一回、例えばこうやってクリア、戦いに行きます。で、こういう感じの周回をね、して、経験値を貯めて、戦う感じにはなりますね。その、勝てなくなったらね。まあ、いわゆる、その、ね、まあ、ゼルダとか、ドラクエとか、そういうのも全部そうじゃないですか。勝てなくなったら、強化していく。自分たちを強化して、まあ、戦っていくっていう。よいしょ。おお、2回攻撃してきたね。よし、これで倒せんだろ。OK。で、また経験値の素材が、こうやって強化ピクセルか、が手に入るので、まあ、こうやって強化していくと。まあ、詰まっちゃったらね。うん。で、あとは、これ、クリアするとこのピクスっていうのが溜まってくんで、まあ、これでね、今、1週間で15回まで、300ピクスで、強化ピクセルが買えるってことだよね、これ。買いましょう。まあ、こういう感じで、育成を、進めていきましょうということですね。はい。というわけでね、
楽しみ方がね、まだまだ、これから分かってくると思いますんでね、大事なことありましたらまたこういう感じで動画にしていきたいなと思いますので、ぜひね、参考にしてください。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。